者の膝も落ちた。こっちも効いている。やっぱりじゃ回復しねえ。回復しねえのは一歩も同じよ。次は5ラウンドとなるとダウン取って見た目には派手だが、一歩取って客観的に見りゃよう立った。それにしてもとことん相性の悪い選手や。幕の内が強いんや。ワイが戦ってきた中で間違いなく奴は一番強い男なんや。その証拠にベルト持っとるやないか。初めて本物になるんや。セコンドオート、試合はまた貴様。王者も出た。ワンターン、約束やと、日本一やと思い出させるやないか。何やお前ら。それがえらい生意気なやつで。バカな、信じられん。現物やない、その連中の面倒を見とるもんや。この程度とはの、ワイは自分がどれほど強いか知りたいの。こないな雑魚はもう飽き飽きや。気があるんやったら。なんや、我はボクサーかいな。ほんまもんがどないなもんか。早い、見せてもらえないかい。お前が勝ったいう話やないか。それほどか。なんや我、チャンピオンやなかったんかい。我が1位かい。ならチャンピオンいうんはえらい強いんやろの。そいつにいつか出会えるんやな。ああ会えるで。日本一強い男に。な、日本一やと。大口叩きよって。必ず我が日本一やと証明したるわ。おめえは気づいてねえだろうが。それほどヤバい一発なんだ。手出せ一歩。倒れた。この試合やない。この意味は大きい。攻めながら倒しきれんという図式を断ち切った。3、6、7、倒れた。立ち上がりました。5ラウンド残り1分。ボックス、ワイの強さを。タイトルは動かへん。そしてその男こそ仙道や。勝った。前に倒れた。これは危険だ。悔しいけど続行は無理だ。こんなに気持ちよくなるパンチもらったのは初めてだ。仙道さんはすごい。頑張ったけどベルトに届かなかった。もう目を閉じよう。またベルトに、また届かなかった。何を考えてるんだ僕は。あの時と同じ思いをまたしたいのか。僕はあの時と同じじゃない。同じじゃないんだ。勝った。試合は終わったと確信していたのでしょう。それほど渾身の一撃でした。幕の内、やるぞ。まだやるぞ。僕だって進歩したんだ。無駄にしてたまるか。わしはそのやわな鍛え方はせんかった。伊達線を越えてみせ。おのれ、初めてや。チャンピオンを襲いかかった。挑戦者は後がない。ゲーセンド、勝てば勝ちだ。踏ん張るだに、頑張れ。これや、虫の息のくせしよって、目だけはギラギラしとる。貢献されたわけない。ワイのパンチより幕の内の根性の方が上回っとるんや。ギギー、腰が落ちる。それでもウィービングをやめない。チャンピオン悶絶。腐ったれ、6番と7番持ってかれた。ファイナルが挑戦者。まだこんな力残しとったんかい。またもやります。完全に折れたか。しゃけど幕の内が耐えとる限り泣き言なんざ言えんわ。もしこの人に勝てれば、この人に勝てれば。まだ目が光っとるわ。リーバー3発目。ワイと貴様の勝負は。出血はどこかい。頭や。そのうち止まる。どちらかの息の根が止まるまで続くっちゅうこっちゃ。レオン、見えとるか。うなずくだけでいいぞ。強いって、強いって何ですか。何ですか。知りたいか。あの男に勝ってこい。僕もそう思ってました。セコンド、頑張れ。こそ、はい。仙道さんと戦い切れば。またもや繰り返される。よっしゃ、マックローンで。こっちも負けんぞ。
生きてる私は幕の内さんがあんなに頑張ってるのに。退屈や。強いやつはおらんのか。わいは強なったしゃあけど分かってなかった。どうしたのそんなに怪我して。強いって毎日練習してそれでも分からなかった。強いってなんだか勝って。おおっとこれは両者座らない。インターバルで腰を下ろしません。それもあるだに。なんじゃ幕の内えらい思い詰めた顔しよって。きっと仙道さんも同じことを考えてるはずだ。さあ両者がコーナーを出る。第7ラウンドの開始だ。何も言えなんと会長。うん、うん、よーっと殺すアームブロッカー。信じられません。あの誇り高いチャンピオンが少なくとも彼にとって至福の時のはず。仙道は打ってこねえぞ。違うな。その一発を狙ってるのよ。間違いない。狙ってる。まだや待つんや。僕にはこれしかない。最後は必ず電波制ロールだ。先に仕掛けたのは挑戦者。結局わしには追いつかなかった。これをマッドタイヤサバッシャー。おいにち止められるのは承知だったんだわ。これは効いたか。目が生きてる。勝て平気なんだ。右が残ってる。幕の内なるんや。強なってワイはワイは目はつぶらへん。寝とるわけにはいかへんのや。まだやる気なるか。マジかよ。続行かピリオドか。寝とるわけにはいかへん。前は意識のうなって覚えとらへんのやから。あかん目開け。最後まで見届けるんや。えいナイン。喋られへんかったや。この先もロッキーについてくれ。ホーキに必ず。それでこそ俺らのロッキー。ほんま頼むで。どこまでもついてくれ。疲れたわ。今日はもう寝る。うん。ばあちゃんなあ。うん。わい。あんたらの子は一つ強なって帰ってきたよ。ちょっと早いかな。ま、遅れるよりはいいか。仙道は、ん？仙道は5ラウンド半ばのビデオだと5ラウンド以降逆になっとったかもしれんな。敵ながらあっぱれというほかあるまい。覚えてるか小僧、5ラウンド終了の休憩で貴様がわしに言ったこと。あの時仙道さんと戦っていた時何も見つかってないんです。これからもご指導よろしくお願いします。早く来い。もう始まっちゃってるぞ。あ、はい。それはまるで雲を掴むがごと。もう出来上がっちゃってるんですか。願わくばこの
老いぼれの目の黒いうちに近ませたいのじゃ。